皆さんこんにちは、ペソでございます。横綱物語ですね、続きやってまいりましょう。773回目、夏場所の場所前稽古ですね。四条さんは、あ、これ判断力ですね。まあ、前回はね、巴戦まで行きましたけどね、あっさり敗れちゃいましたけどね。綾の声さんもね、まずまずでしたね。参拝はしちゃいましたけどね。で、五条さんは運び足、高辻さんはまあ2つ上がってくれたからね。うん、あと持続力3つ上げて、まだ伸びしろは結構あるんで。で、ぶっこじさんが結構負け出したと。で、車屋さんがね、久々の2桁勝ち。六条さんも試合から。で、アイヌマシさんがね、今度はなんだこれ、判断力だ。ちょっと今場所もピンとしなければ、ちょっと番付に活性化させたいんでね。万事さん下半身ですね。で、松原さんは次は、残り47なので、あ、47というか、まあ、実質17なので上がるのが、とはいえ上がりやすいのは8ですから、下半身かな。いや、判断力いこう。判断力あと2つぐらい欲しいな。はい、2日目いきます。よいしょ、2日目できた。ぶっこうじさん、はい。で、車屋さん。で、六条さんも試合、あと3回。ああ、ちょうど、柔軟性が50になるけど。よしよし、万事さんも2日目でいきなり来ましたね。で、下半身、あ、いや、もう試合だ。あ、3人いっぺんにはなかったな、さすがに。はい、3日目いきます。飛び足20はね、超えてからお小遣いになりそうですね。あー、2日連チャンはならず。六条さんも試合で、次で小遣いですね。あ、今井さんが判断力ない、持ち前の。おー、まんじさん2連チャン。さあ、ここからは申し合いですね。松原さんが引かない、逆に。はい、4日目いきます。前回1ポイントやったからね、まんじゅうじさんがね、リカバリしてくれたらいいけど。さあ、これで20。まあまあまあ、もうすでに1個上がってくれてるからね。これで明日小遣いか。はい、で、ここから申し合いですね。
松浦さんも1個だけ申し上げないから、ああ上がらない。逆に松浦さんね、運べしちゃおうか。はい、5日目。講演会でやったらね、一応合わせますけど、うん、これでお嬢さん明日お小遣い、高辻さんは運び屋し、六条さん小遣いね、はい、ごっつぁんですと。愛の町さん、衰えが顕著すぎてね。今のところ、伸び悩みの3人は120か。はい、6日目です。ぽっかりね、はい、こっちゃんですと。箱です。来ない。2ポイント目がなかなか来ない。はい、ここから申し合い再開。柔軟性が正式に50突破。おー、3ポイント目か、素晴らしいね。松原さんがその代わりうんともすんとも言わない。はい、7日目。4ポイントやったからな。まああんまり関係ないんだけどね、タイミングが合わないね今回は。今のところ130か。高辻さんの場合は上がってくれたけど、あー上がらんな。いやー松原さんもポン。はい、9日目。頼るねやっぱり。
ないね。わあ、松原さん引かんな。ああ、まあ、どの道、そうか、今日講演会か。はい、トカメですね。これで、判断力30の瞬発力40ですね。まんじゅうじいさんは申し合い。おい、おー、ダメ。松原さん頼む。あー、引かんな松原さん、今場所は。11日目。いやー、ほんと頼むよ。松井さんも重いポイントは欲しいね。いやー、ダメ。六条さんまたお小遣いタイムが近づいてる。で松原さん運べし。うわー、来ない。12日目、参りたいと思います。頼むよ。いやー、上がらんな。次で小遣いですね。よし、やっと松原さん上がった。これで131。13日目、また講演会なので、まあ、あと残り2日で、1ポイントの人が2つ目上げれるか。すら出ないな。最初だけやね、高津さん、本当に。さあ、これで明日小遣い、14日目の小遣いね。はい、14日目。で、頼みます。よいしょ。うわー、1で終わるかー。小遣いでしたね。はい、ごっつぁんです。とで明日は、技研究。で、箱部屋市2つ目が来ない。
立ち前稽古ラスト15日目はい、ああ早くかで、運び足ね、うわ1ポイントで終わり、はい、まだまだでしょうね、まあ増えてるのは増えてると思いますからね、申し訳ない、あー3ポイントか、まあまあですね、お、うん、松原さん最後の最後で上がった、はい、というわけで技確認、早くやからまだ増えるポテンシャルあるんかな、ああ首投げ覚えてる、突き落としはもう覚えてましたね、はい、松原さんがね前回4ポイント今回2ポイントで、まんじゅうさんがね下半身60になって、判断力も1個上がりました、3ポイント上がったのか、で高杉さんが1ポイントっていうのがちょっと寂しかったですけどね、こんな感じで、5月場所夏場所を臨んでみたいと思います、では夏場所もお楽しみにしておいてくださいね、それではさよなら。